どん。期待されてたほど活躍しきってないせいでまだ若手感出てる選手いるよね。でおなじみレオザフトボールでーす。ああもう弟子入りを27かみたいなね。うん。あ意外にもうリンガード行ってんなみたいな。大丈夫かなみたいな。そういうとこありますよね。というわけで始まりましたトークザフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日のテーマはこちら、2019-20 シーズン急成長&伸び悩み11というわけで、まずはですね、急成長11、まあ僕のね、まあ個人的なですね、まあ意見と、そしてですね、巷で話題になってる選手、両方ミックスって感じで、まあ各クラブから、まあできるだけね、一人ずつ選びました。それがこちらです。はい、まずですね、ゴールキーパー、エミリアーノ・マルティネス。これですね、アーセナルのセカンドキーパーで、レノが怪我してですね、あーもうアーセナルやばいかなと思ったら、このセカンドキーパーがですね、むちゃくちゃ足元上手かったんですよ。ね、普通セカンドキーパーってシュートストップとかできるけど、なんかクロス処理が下手だったりですとか、ね、足元バタついちゃったりとかするじゃないですか。このマルティネスがすごくね、足元上手いおかげでですね、先日のシティ戦とかも、後ろからですね、このマンチェスターシティのハイプレスをですね、もうきちんと、空いてるとこを一個一個ついてかわしてみたいな、そういったプレーできていましたんで、このマルティネスのですね、まあそういった総合値が高かったことがですね、まあアーセナルのこの魅力的なフットボールを、まあ保ったと言いますか、まだね、まあ当然完成はされていないですけれども、こうね、来季のアルテタのアーセナルを期待させるような、そういったフットボールがですね、まあ続いてるって感じがしますので、このマルティネス、ほんとね、FIFA でいつも最初に打ってごめんねっていうふうに、そういうふうに思いました。というわけで行きましょう。続いてですね、まあ、冨安ですね。冨安に関しては日本人だからね、ひいき目っていうふうに思われるかもしれませんが、ボローニャの試合見てると、冨安のですね、まあ、中に絞るカバーリングだったりですとか、味方のね、位置取りと自分のマーカー、そこをね、きちんとこの首を振りながらですね、今自分がどういったプレーをするべきかっていうのをですね、常に考えてるのが伺えるんですね。で、そのね、冨安とですね、オルソリーニだったかな、この右のウィングの選手の、まあ、そこの連携、ボール預けたところから内側入っていくですね、内側走っていく、こう、インナーラップですか。それがですね、すごくまあ見ていてダイナミックなんですね。で内側走っていくんで、こう遠心力の関係でこうボールと、この外側から来たボールと待ち合わせするときについてきたマーカー吹っ飛ばしてクロス上げるみたいな。なんでそういったところでクロスの精度だったり狙いどころっていうのはですね、ちょっと改善が必要なところあるんですけれども、こう強みを発揮するシーンがあって、この間みたいにこう内側にカットインして左足でミドルシュートっていうですね、冨安みたいな、セットプレーで決めたもんだとばっかり思ってたらみたいな、すごいゴラスト決めてたねみたいなことが起きましたので、なんでね、冨安今後ですね、まあ日本代表に戻ってきてくれて、より一層すごい活躍してくれるんじゃないかなっていうふうに楽しみにしています。というわけで続いてですね、エリック・ガルシア、マンチェスターシティのセンターバックで、まあ、オタメンディがちょっとですね、もう衰えを隠しきれなくなって、このエリック・ガルシアが台頭してきたと。でね、ボール回しとかやっぱりね、バルセロナ出身なだけあって、すごく落ち着いていますし、ね、ピケの後継者として戻るっていう話もあるんですけど、ね、おそらくエリック・ガルシア、まあ、賢い選手だと思いますんで、今のバルセロナに戻るっていうようなですね、まあ、愚行は犯さないと思います。で、その中でね、まあ、先日のアーセナル戦みたいに、こう、ボールホルダーが裏にパスを出せる状況で、ちょっとね、大場面を離してしまうとか、まあ、ああいったところはですね、まあ、今後経験で積み重ねていって、センターバックの年輪になっていくと思いますので、なんでね、来季エリック・ガルシアがですね、まあ、中心として使われる、その、もしかしたらクリバリ来たりとかですね、シュクリニアル来たりとか、すごいセンターバック来ちゃうかもしれませんけれども、エリック・ガルシアの出番どんどん増えていくんだろうなというふうに思いまして、今季ね、最後の方ガッと使われたっていうところがですね、すごく、まあ、見ていて安心感もあってっていうところもありましたので、ここに入れさせていただきました。で、ジェゴ・カルロス、一通な選手だなと思っていたらですね、もう体重も強いですし、ビルドアップの時にすごい強烈で、なおかつ精度の高いですね、フィードを蹴り分けられるんですね。なんでリバプールがですね、まあ触手を伸ばしてるっていう噂もなんかすごく納得できるものだったんで、なんでね、急成長っていうふうに言っていいか分かりません。普通にね、こう知られてなかった選手がですね、こう日の目を浴びたっていう感じだと思うんですけれども、まあこのセンターバック、ちょっとレスターのソユンチと迷ったんですが、ソユンチ結構ね、こうすごいインパクトのある対人の強さとかそういったところは見せるんですけれども、ただね、そのミスのせいで失点すげえ繋がったけどみたいな、なんか危ないパスミスとかするんで、なんでここジェイゴ・カルロスにしました。で、アルフォンソ・デイビス、この選手が出てきたことによってアラバをセンターバックに固定できてっていうですね、まあそういった、まあバイエルンのサッカーがですね、まあすごく機能するものになったと思います。でね、もう知っての通り、オーバーラップしてですね、まあすごいスピードで上がってって、カウンター切り替わった瞬間にもうね、ゲーゲンプレス、それがハマんなかったら自分が空けたスペースに一生懸命戻ってみたいな、ほんとね、スピードベースにそこにね、徐々にまあサッカー IQ と言いますか、まあ、いろんなね、指導を受けてですね、ポジショニングも良くなってきてっていう感じで成長してるんだと思います。で、このアルフォンソ・デイビスの活躍を支えたのもですね、ここには入れてないですけど、ゴレツカ。このゴレツカがですね、
ワントップ下だったりとか、インサイドハーフのちょっと攻撃的な役割だとか、ちょっと中盤の、この点に絡む方の選手だったんですよね。それが、4-2-3-1 でキミッヒとダブルボランチを組むようになって、キミッヒそこまで強度が強くて、ドリブラーを止められるみたいなタイプではありませんので、相方が重要になる。なんでね、このチャンネルでは、ハビ・マルティネスの存在のね、重要さを言ってたんですけど、そのね、ハビ・マルティネスがやってたような役割をですね、より一層、アップデートした感じでゴレツカができるようになった。なんでね、一時期話題になりましたけど、こうロックダウン明けにゴレツカが超マッチョになってみたいな。なんで、ああいったね、ゴレツカの守備の時に使える、スキルだったりフィジカルがめちゃくちゃ上がって、それによってね、アルフォンソ・デイビスの上がりを後ろからね、サポートして、なおかつ自分も出ていく時には出ていくみたいな、そういったね、ボランチとしてゴレツカが確立したっていうのもですね、バイエルンの、この安定した成績につながったと思います。そしてボランチ。ケシエ選びを。これね、いろんな意見あると思いますけども、ベナセルの場合はですね、急成長っていうよりミランに慣れたって感じなんで、ケシエ結構批判されていたりとか、こう、緩慢なプレーあったりとかでですね、放出しろみたいな意見もあったんですよ。ただ最近のケシエって、ダブルボランチでベナセルの位置取りに合わせて、ちょっとわざとね、近づきすぎないようにしたりですとか、ベナセルが、このマーク疲れている時に横に降りていってセンターバックからボールを引き出したりとかしますんで、ほんとケシエがですね、パワーに頼らないプレーを覚えたみたいな、ほんと鬼に金棒的な、パワーに頼っちゃいましたね、今の例えだと。ほんとね、なんか鬼にね、アイマックみたいな感じになりましたんで、ね、なんでね、そのケシエの、このきちんと役割を与えられて強くなった感、アーセナルのジャカもそうですよね。こういう時にはこうしろっていうのはアルテタにきちんとですね、こう植え付けられた感じで、最近プレーに迷いがない感じ見えます。なんでそれをケシエに感じますので、ここに入れまして、ラビオに関しては簡単なミスで失うシーンがありますので、ちょっとユーベのファンの方とかが見たらですね、えって思うかもしれませんけど、結構ラビオですね、パリサンジェルマンの頃から結構そういうミスはあるんですね。なんで周りのね、位置取りが悪かったりとか、チームのペースがですね、悪い時に結構、消極的っていうか安全なプレーを選ぶんですけど、それを選べずに結構前にね、ボールを急いで運ぼうとした時とかに失ってしまうみたいなところがありまして、なんでユベントスに入って最初の慣れてなかった時期だったり、序列が確立していない時にですね、ちょっと焦ったプレーでミスが、頻発してみたいなことあったと思うんですよ。ただ最近のラビオを見ていますと、ラビオ自身がですね、自分をアップデートしようとしている。こうね、いい感じにバランスを取りながらチームの潤滑油で終わるっていうよりも、本当、マテイデイからがっつりポジションを奪うんだとかね、自分が常にスタメンでいるんだというような、こう、違いを見せるプレーをすごく見せますよね。自分でボール運んだりですとか、ゴール前運んで、飛び込んでいったりとか。なんでそういったラビオの試合をね、決定づける選手になろうっていうですね、そういった意識がプレーにどんどん出ているなというふうに思いまして、なんでラビオがそういった引き出しを増やして、なおかつそれがね、欠陥繋がったですね、ミラン戦とかもありますので、ここに入れさせていただきました。で、続いてバルベルデ。この選手の台頭によって、ポグバ獲得しなきゃみたいなですね、そういった動きといいますか、噂がなくなりました。どこに置いてもジダンの信頼に応えていた感じで、でね、勝たなきゃいけない。ちょっと守備から入る試合では、右のね、ウィングとかインサイドハーフに入ってですね、モドリッチ、クロス、カズミロと一緒にバランス取りながら、このボール、奪った後に、そのね、強烈なスプリント力で前にどんどんですね、運んだりとか、カウンターの時に、ボールホルダーと一緒にですね、急所を攻め込むみたいなところがありましたので、このバルベルデのスケールの大きさにサッカー IQ とか器用さがついてきて、ね、もう本当にね、戦力を大幅にね、レアルマドリードの戦力を上積みする選手になったというところで、ここに入れさせていただきました。そしてウィング、プリッチに関しましては、ほんとね、ドリブルの切れ味、ほんとアザールみたいにですね、牛若丸感のあるドリブルって言いますか、ぴょんぴょん跳ねながらですね、こう相手が突っ込んでくるところをかわしつつ、どん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 加速していくみたいな、そういったドリブル素晴らしくて、それをね、出せる状況を作るために、こう努力してるって言いますか、ね、先日のリバプール戦なんかはですね、外に張った状態から、こうね、本来だったらマルコス・アロンソが使いそうなですね、この左のファジーゾーンのところからドリブル始めたんですけども、ハーフスペースで受けるときも、ミッドフィルダーの、相手のミッドフィルダーの間でボールを引き込んで、ターンしたときにはもうね、勢いついてセンターバックだったり、サイドバックと1対1できるみたいな、このね、ちょうどセンターバックとサイドバックと、サイドハーフとボランチの間で受けると、ターンしたときに相手寄せてきてて、このね、受ける場所としてはすごいフリーなんですけれども、ドリブルの加速つかないみたいになるんですよ。ただ、それをね、ある程度ミッドフィルダーが、自陣に近い方で受けることによって、ボール引き込んだ時に、1、2歩、こう、ステップを踏んで加速できるみたいな、そういった工夫するですね、ボールの受け方をしますので、今のですね、ドリブルの突破力につながってるなというふうに思いまして、ここに入れさせていただきました。グリーンウッドに関しましては、ね、両足でミドルシュート強烈なものを打てますけれども、ほんとね、出てきた頃はですね、感覚的にポジションを取っていたのがですね、きちんとハーフスペースで、ボールを待つことが、できるようになった。それでもちょっと降りていっちゃう時はあるんですけども、かなりそれを意識しているように見えますので、
ので、なんでその辺でですねブルーノ・フェルナンデスが加入したことによってこのグリーンウッドの持っていた技術がですねより活かされる環境になって、そしてですねロックダウン明けでムキムキになってみたいなね、もうあの元々の才能のところにサッカー IQ とフィジカルをですねこのシーズンの後半で一気に取り入れてパワーアップしたみたいな感じなんで、なんでここに入れました。そしてハーランドね、まあ最近リーグ戦ないんであんまり話題にならないかもしれませんが、やっぱり急にねドルトムントに冬から入ってきて、あの活躍、ほんと記録にも記憶にも残る活躍をしてくれてまして、ただ背がでかいとかですね足が速いっていうだけじゃなくて、きちんとあのサイズでですねジェズス的に死角に入るっていうね、ボールが出てくるところと自分にマークをつく人のですねこの視野のですねこの延長挑戦場にいないっていう、マークされないところに居続けるという意識が高いんで、こういった選手はスランプになりにくかったり、ハーランド自身がゴールを決めていなくても他の選手のためにおとりになるようなですねオフザボールができるのかなっていうふうに、そういうふうに思います。であとは日本人でいうとやっぱり久保建英ですね。まあ久保に関してはいつもね特集しているんですけど、やっぱりですね久保は、ダビド・シルバ的な、ほんとね、チームの潤滑油になれる選手だと思うんですよ。ただ、それでですね、久保自体が満足しないで、もう最近の試合とか、ね、二人ぐらいまでは仕掛けるじゃないですか。で、それ仕掛けるときもほんとね、そんなにボールと自分の距離近いっていうようなですね、そんなタッチをしながら、それで相手が飛び込めず、どんどんボールを運んでいって、最終的にね、やっとあのパスを出せる、コース作ったら、味方が中にいないみたいな、ほんと久保を信じてあげたり、久保がね、右から作るチャンスに合わせた左のオフザボールっていうところ、改善してあげてたらもっと点取れてですね、ひょっとしたらマジョルカがね、まあ、残留できたかなっていうふうにも思うような、そんな活躍をしていますので、よくね久保の数字がとかですね、もっと、このセンセーショナル活躍してる人は数字残してみたいに言われますけれども、これだけですね組織が整っていない中で、きちんとそれでもですねこう周りのね動きの悪さっていうところにですね影響されずに、だったら自分のもうスーパープレイでなんとかしてやるみたいな、そういったねこうメンタリティっていうところでも久保建英素晴らしいなっていうふうに思います。で伸び悩みイレブンの方こちらです。はい、ヨビッチに関しましてはジダンの使い方、ほんとねロックダウン明けはベンゼマの空けたスペースをチーム全体で使うようになりましたけど、それまではねそういう選手がいないっていうのが問題になってましたのでね、まあ、ヨビッチのパーソナリティの問題とかあるのかもしれませんが、ヨビッチマリアのどっちかねもうちょっと使ってあげていたらネクストロナウドになったね可能性もあると思います。であとはイオビに関してはエバートに移籍して、本当ですね、アーセナルの頃左サイドに使われた時の突破力っていうのは今アーセナルの選手の誰よりもあると思います。ペペとかサカよりもあると思います。ただですねエバートに移って右サイドでただ守備を頑張る人になっちゃったんですよね。なんかその辺がねこう監督としては嬉しい選手になったのかもしれませんけど、アーセナルの最後の方に見せてたですねイオビに渡して何かが起こりそうかみたいな、シュートは上手くないけれどもドタドタ抜いてくれるねみたいな、ああいう感じがなくなっちゃったのがすごく寂しいなっていう風に思いました、あげました。そしてレマルですね、ほんとアトレチコに合わない、うん、なんかシメオネの哲学がしっかりしすぎてて、ちょっとねボール持ってアップデートしようとしたことあるんですけど、いややっぱ違うってシメオネがなるうちに、このレマルとかエルモソとかはじゃあ僕らやっぱここじゃなかったっすねみたいな、なんかそんな感じになっちゃってますんで、レマルをねまあシティとかなんかそういうねボール持つ方のチームにもう移籍させてあげて、なんかかつての輝き取り戻してほしいなと思いますね。でアルトゥールに関しましては、まあ、ユベントスに移籍決まりましたけれども、ほんとねまあそういった財政の問題あるって言われつつ、このアルトゥールにですねセティエンがしたアドバイスが、もっと攻撃的に前線に上がってってスピードを上げろみたいな、パスとかをもうちょっとリスクを犯せみたいなね、それチャビやってないじゃないですか。それチャビの後継者的な選手って言われてて、チャビに関してはダニアウベスが上がった裏のところでゲームメイクしながら、クラシコとかビッグマッチの時に前の選手がマークされてる時は上がってて得点取るみたいな、そういう感じだったんですよ。でアルトゥールがね前線に上がるせいでですね、もうグリーズマンとかアルバが苦しんでるみたいな、そういった話もしましたけど、なんでね監督のアドバイスのせいで選手がですねめちゃくちゃ迷っていいところすらなくなってるっていう、ほんとねまあほんと被害者アルトゥールっていう感じですので、なんでこの辺は皆さん覚えておいてください。そしてグエンドゥジですね。グエンドゥジに関しましてはこうねパスつけるところとかですね、プレスをですね捌く時の判断とかですね、目を見張るものあったんですけど、やっぱりねどうしてもスプリントのとことかこう姿勢が悪いじゃないですか。それがね思いっきりスプリント力のなさに、こう地面に力伝わんなそうなですね体の形で走ってるんですよ。なんでその辺とか直してほしいなって思いつつ、で今はねこのブライトン戦の問題なのか、もう戦力外みたいになってしまっていまして、でグエンドゥジはもともとですねもうフランスの2部でやってたところを、まあエメリがアーセナル連れてきたんですよ。でその状況でまあチームに馴染んで、ただ、アルテタになってっていうこういう状況で、なんか自分の状況、このね言っちゃえばエメリがいたからアーセナルに来たわけで、そのエメリがいなくなって一番ですねこう査定される立場、このまま残していいのかこいつ、ちょっと無理して前の指揮
機関が連れてきただけじゃないのかっていう風にね、こう査定される状況の時にちょっとあの道を踏み外したみたいな感じになっていますので、その辺のね、なんかこうサッカー IQ っていうよりもサッカー EQ っていうんですかね、こうあのチームでの立ち居振る舞いとか、そこの人間関係とか、僕らが見えない部分でですね、生き残ってる選手っていうのはそういうの上手いんだろうなっていうふうに思いまして、その辺がちょっと失敗しちゃって、こっからどうなるんだろうっていうのがですね、グエンドゥジの今の状況です。でエンドンベレ、めちゃめちゃ期待されて、僕もね、昨シーズンのシティと戦った時のですね、あのリオンでの活躍とか、ほんとね、ボール刈り取るわ、前にパスつけるわ、自分も上がっていくわっていうような、ほんとネクストビエラって感じだったんですよ。それがどんどんなりを潜めてしまいまして、でモーリーニョとは馬が合わないみたいなね、ロックダウン中にですね、個別に練習してみたので、ほんとね、モーリーニョのなんか頑固親父感みたいな出たんですけど、それがね、エンドンベレ意外にゆとりだったのかな、嫌だったんでしょうね。うん、なんでそういうところでね、もうチーム出たがってるって噂も聞きますけど、ほんとね、素質で言ったらあんだけのフィジカルがあってテクニックもあってっていう選手で、あとはね、どういったプレーを選ぶかっていう選択肢のところをですね、もっと、あのスマートにしていったらいい選手になると思いますので、エンドンベレ今後に期待したくてここに入れました。で、あと4バック、今回ねスパーズ2人になっちゃいましたけど、セセニョンに関しては4バックの左だとちょっとですね、強度だったりとかセンターバックの後ろ守る能力が微妙で、またちょっとウィングとかに使うにはですね、ルーカス・モーラとかソン・フンミンとかベルファインに比べると、この流れを変えるような働きできませんので、まあ、3-4-3 の左がいいんでしょうけれども、そうなると、ウィングの選手が 3-4-3 の左になるみたいな、そういったね、スパーズ改変使いますので、手なと左のサイドハーフに奥にはライバル多すぎるみたいな、むちゃくちゃ使いにくい選手になってるんで、結局バルサとトレートっていう、バルサ結構いらなそうな選手ばっかりトレード案に出てきますからね。うん、なんでその辺でね、セセニョンを今後どう使うのか、セセニョン中心に道具を使えるからって考えるモーリーニョじゃないと思うんで、手なとセセニョンがこのままどうなっちゃうのかは心配です。で、右のダルト。ダルトに関しては本当ね、スールシャールがワンビサカにね、守備しながら高い位置上がってクロス上げさせるんですけど、ワンビサカのクロスって良くはなってますけど、そこまで武器になるタイプじゃないんで、その辺のね、攻守において適材適所みたいなのを考える監督じゃないところに、まあ入っちゃったおかげでですね、まあダルトはずっとワンビサカぐらい守備力使わない、上げないと使われない選手になってますね。なので来季、シンプルにワンビサカからポジションを奪うぐらい守備が上手くなるしかないっていうね、当たり前のこと僕言ってますけど、当たり前のこと言うしかないぐらいスールシャールって普通の采配しますんで、もう普通に頑張るかダルトのクロスの良さを生かしてくれるどっか選ぶかっていうですね、まあこういった二択の状況なので、普通に頑張ってブルーノ・フェルナンデスにお母さんが作ってくれたお弁当を渡し続けてチームにも馴染み続けるっていう感じで、頑張れダルトって感じでですね、応援していきたいと思います。で、あとはアカンジとジョー・ゴメス。アカンジに関してはシーズン始まる前めっちゃ期待したんですけど、結構ね、細かいミス、クリアミスだったり、パスミスとかが増えて、それによってね、出番失ってしまいまして、なんでその辺でね、まあ、アカンジのポテンシャルを考えると、そういったメンタル面改善されると違うのかなって思いますし、ジョー・ゴメスに関しては、ね、守備で集中してる時はいいんですけれども、それでもね、裏を取られやすかったりですとか、ボール持った状況でですね、リバプールぐらいのチームになりますと相手が対応してきますので、どうしてもボール持てるのがセンターバックだけになったりとかするんですよ。その時に、こう、ボールを運べなくてもうマークついてる選手に、蹴っちゃうみたいなところがありまして、なんでマティップだったりファンダイクっていうそういうね、いいお手本がいるじゃないですか。そういった選手の下でクロップだったらアレクサンダー・アーノルド我慢して使ったみたいに、ジョー・ゴメスもね、今まあ使ってる状況だと思いますので、あとはジョー・ゴメスがその期待に応えられるかどうかってところだと思います。そしてケパに関しましては、まあ今までの系譜チェフ・クルトワっていうですね、まあある程度サイズがあってそこ止めてくれたかっていうキーパーがまあいた中で、ビルドアップで貢献するキーパーなんで、まあ上背もね大きくないですし、どうしてもね、もう過去の守護神たちのようにそこ止めてくれたかみたいなシーンが少ないんですよ。ってなるとやっぱりファンも物足りなさを感じますし、何よりランパードが一番物足りなさを感じてそうっていう、普通に考えたらね、やっぱりまあ選手っていう素材からチームっていうどんな料理を作るかっていうところになりますので、ケパっていうキーパーがいるんだったら、ケパのビルドアップ力を生かすようなチームを作るっていうのは、本当はこれが正当派な作り方なんですけれども、ただですね、やっぱりレジェンドランパードのもと今までのすごい守護神見てると、どうしてもね、ケパが悪いみたいな、そういった空気になりますよね。なんでそうなると、やっぱケパにはね、ケパの良さが生きるっていうか、それを生かしてくれるような監督のもとに行くべきだと思いますし、ね、ランパード自身もですね、それだったらそういうキーパーを取ってくるべきなんですけど、今一番噂上がってるのがハフェルツっていう状況なんで、ね、普通に考えたらですね、ベルナー来てプリシッチ良くて、ジルーも良くて、
でね、右にはツエフも入るみたいな、そういう状況でね、カンテが結構怪我勝ちだし、ジョルジーニョもなんか微妙な感じで、センターバックも軸いないのに、ハフェルツみたいなね、後ろとボランチ欲しくねみたいな、そういう風に思うんですけど、それでもハフェルツなんでね、ってなるとこのままケッパ残っても、やっぱりね、止めれねえじゃないかみたいな感じで、来季も言われちゃいそうだなっていう風に思いまして、最後はケッパを通してですね、なんかチェルシーの補強戦略まで考えて喋ってみました。というわけで面白い動画だと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザットボーでした。ボーイ。